はい、本日はですね、こちらワークマンのショーツとパタゴニアのショーツをね、比較していきたいなというふうに思います。ということで、こちらズドッと見てください。なんでワークマンってわかるのというと、ここにロゴがあるんですね。ワークマンでさっき買ってきましたよ。で、次こっちが、ここにロゴがありますので、パタゴニアのショーツってことなんですが、パッて見てください。めちゃくちゃ似てませんか？でね、こんだけ似てるってことはちょっと怪しいじゃないですか。名前なんて書いてんねやろなってワークマンの方見るでしょ。まさかですよ。これまさかのまさかですけど、ここね、バギーショーツって書いてるんですよ。え、バギーショーツ？で、のパタゴニアの方はバギーズショーツなんですね。これ完全にやっちゃいましたね。はい、現行犯逮捕ということでね、現在3時23分、はい、現行犯逮捕ということなんですけども、じゃあこれをね、詳しく見ていこうじゃないかということで、今回比較動画作らせていただきますので、本日の流れとしてはまずは着用していきます。で、最初は見えたかもしれないんですけど、レディースとは書いてあるんですけども、これ名前から何から何までやってませんかということなんで、まあその辺見ていって、その次には違いですね。実はこれでも若干ちょっとこの辺違いますねっていう話をして、その後にまあもろもろね、見ていきたいなと思うんですけども、まずはじゃあ値段からいきましょう。価格からいきたいなと思うんですが、こちらのワークマンの方のショーツというのがですね、なんとお値段こちらズドン税込みで980円ということで、1000円出したら20円お釣りがきます。そして次パタゴニアの方はですね、こちら今年値上がりしてるんですよ。ちょっと高なったんですけど、それで7000円後半、8000円ぐらいするってことで、じゃあそんな8倍もいいものなのかというのをね、今から見ていこうと思うんですが、下見ていただくとですね、僕今バギーショーツ履いてます。これバギーショーツ今年もモデルのねショーツになってるんですけども、一回ちょっとワークマン履いてみましょうか。これはバギーズショーツでしょ。じゃあワークマン履いていきます。はい、どうでしょうか。めちゃくちゃ似てません？っていうか、これパッと見多分分からんと思うんですよね。え、これワークマンなん？それともパタゴニアの方履いてるのって全然分からんと思うんですよ。で、じゃあ次もう一回パタゴニアに戻しますね。パタゴニアのバギーズショーツに戻しますよ。バギーショーツじゃないですよ、バギーズの方に行きますよ。せーの。はい、ちょっとね、これサイズちっちゃいんであれですけども、まあこんな感じでね、ここにロゴ入ってるから、あ、確かに言われたら分かるけど、さっきは確か入ってなかったねと。でね、このねワークマンがね悪いんですわね。何が悪いんかっていうとね、こっそり出してるところが悪いでしょ。これタイトルにも入ってあるけどね、レディースになってるじゃないですか。で、メンズあるんかなと思って、メンズ探したらメンズは僕見当たらんかったんですよ。なんでこっそりレディースで出してんねやと。これメンズで出したら僕みたいなやつがですね、あれ、これなんかバギーショーツに似てない、バギーショーツじゃないかい言うて動画にされるじゃないですか。ほんでレディースからちょっとこっそり出しとこうと思ったりしないけど、そんなもん僕は見てますので、しっかり購入させていただきました。なので一応レディースなんですけど、レディースで僕 L サイズぐらいやったらいい感じで、普段パタゴニアのショーツはね S サイズ履いてるので、普段パタゴニアが S やったら、まあ、L ぐらいかなっていうようなねサイズ感です。あくまでまあレディース用として作られてはいてるんですけども、ほとんど作りとしては似てます。っていうのもね、両サイドにポケットがあって、これはねメッシュにしっかりなってるでしょ。で、さらにお尻のところにはポケットがね2つあるんですけど、両方ともこういったねボタン、スナップボタンがついてますので、これポチンって止めてあげれば中のね荷物がね落ちたりしないので、この辺は本物のバギーズショーツは片方しかないんですよ。右側しかないけども左側ないんですよね。で、偽物というかバギーショーツの方は両方あるんですよね。だから、まあ、ここはね若干違うとこというか、まあバギーショーツの方がいいんちゃうか、バギーショーツねの方がええんちゃうかってなったりするかもしれないんですけど、まあ、こういったね外観になってます。ここまで近づけても多分タグついてへんかったら分からんのちゃいます。ほぼ一緒やないかいと思うと思うんですけど、まあそれでもね、実は細かい作りが若干違うかったりするんですよ。で、これを知っていった上で、あ、全然問題ないやんってなるんやったらね、これはもう購入すべき。あのパチモンでもなんでもないからね、ちゃんとワークマンが出したバギーショーツなんで、ね、それは安心して買うべきなんですけど、まずねちょっと違う点をいろいろ言っていきたいなと思うんですけど、まあ外観的なところからいきましょう。紐ね、こうやってバギーショーツってここに紐があるんですよ。で、この紐をウエストギュッて縛ってあげるんですけども、これバギーショーツはちょっとなんかあの女子っぽい感じになって、あ、これちょっと嫌ですと、僕ちょっとこの おへそのところからこの紐出てきてちょっと恥ずかしいんで嫌ですって思う方も結構多いかもしれない、見た目的にはね。まあそんなん別にあの機能的には関係ないから、まあ、まずこれが違うところでしょうと。そしてね、次がね最も違うんですけどね、それが何かっていうと、これひっくり返した時にこうメッシュっていうか裏のねライナーがついてるんですよ。で、これがね一番違うんですけど、どう違うかっていうと、このパタゴニアの方はしっかりなんていうのブリーフの形になってるというか、ちゃんとこう下着をはかんでもノーパンでも履けますよって言われても、これやったら、あ、確かに納得できるじゃないですか。で、対してこのバギーショーツ、ワークマンの方はね全部にメッシュついてるんですよ。で、この全部にメッシュついてるのが、へえそうなんやぐらいに思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、夏場の暑い時にショーツ2枚履いてるようなもんなんですよね。まずはライナーの薄いやつ履いて、その後にもう1枚生地履いてるような状態から、暑ってしゃあないんですよ。今履いた段階でもちょっと暑いなと思うのに、こんなもんねくっそ暑い時に履いたりしたらね、ちょっと厳しいんちゃうかなっていうふうに思うんですけど、ほんならなんでこういう風にブリーフにせえへんねんってなってくると、やっぱりコストかかるんですよ。まず一つのコストが生地をね切断するお金ってあるんですけど、これがね表と全く生地だから、金型がねこう一つでできるんですよ。表も裏も全く同じ裁断でポチンって切っちゃうだけなんだけども、これはね表はちゃんとショーツの形、裏はブリーフの形になってるから、サ
階段がまた変わってくるんですよ。でそれに付随して次縫製も変わってくるんですね。これに関してはワークマンのバギーショーツはね、上をヒューってウエストのとこステッチで留めて、で下のとこの裾のとこビューってステッチで留めて、それだけなんですよね。だから結構シンプルな縫製になってるんですけど、まあ、この辺はね値段の差が、まあ、どうしても出てくるところかなと思うんで、こういった細かい作りっていうのが本格的なアウトドアブランドとやっぱりそのファストブランドというかこう安いブランドの、ね、違いに出てくるんですけど、たったこれだけのメッシュがあるかないかだけでもう夏えらい違います。だって家を追ってもパンイチになりたいでしょ。そんなもんもうすっぽんぽんでもなりたいぐらいのに、なんでショーツ2枚も履かなあかんねんとね、メッシュ履いてから上も履かなあかんねん、めんどくさいないかって思ったりするんですけど、まあそういったところでねコストが抑えられてるってことなんですが、あの逆にいい部分もあるんですよね。でそれは何がいい部分なのかというと、生地に関したらね、これは分かりやすいご丁寧に書いてくれてんねんやけども、ここね素材のとこ見たら、本体ナイロン100、メッシュ部分ポリエステル100、撥水かっこ水を弾きやすいって書いてあるんだけども、ご丁寧に書いてくれてるけども、まあ、まさにおっしゃる通りに、こういう化学繊維、ポリエステル、そしてナイロンとかね、そういったところっていうのは非常に乾きがいいんですよね。で頑丈でもあるっていうことなんで、これはよくショーツで使われるんですけど、パタゴニアのショーツも、同じく化学繊維のねポリエステルっていうのを使われてるし、ノースフェイスだって同じくね化学繊維のナイロンってやつが使われてるし、大体ショーツって全部ナイロンかポリエステルアウトドア使うんですけど、まあ、それと同じような生地感なんで機能的にはほとんど変わりません。だから旅行とか持ってた時もめっちゃ乾き早いし、普段とかでこう水とかに濡れたりとかしても全然多分これだったら水着でも使えたりはすると思うんですけども、まあ、そういった用途次第ではね、例えばこう旅行先行ったりしたらもう汚れたりとかするし、もう捨てたりすんねんっていう人やったら、こういうのを使い捨てで買うっていうのもね一つありかなと思ったりするし、いやいやボロボロなってでもいいからもうずっと同じやつ履いていったりとか、一着を大事にしていきたいっていう方はね、やっぱりこういったこだわってる縫製もそうやし、サイダーもこだわってるようなところの方がね、より快適に長くは履けると思うんですけど、まあ、こういった冬場のダウンジャケットとか、その高いから違いが分かるっていうのは分かるんやけども、夏場でも実は素材縫製いろんなことで違いが出てくるんですよ。なるほどなと、そうやっていろいろ服って変わってるんやねというお話をねさせていただきました。でまあ今回はねショーツやったんですけども、別にまあ防水のジャケットとかいろんなもんがね違いって、なんでこれ違うんかなって分からん方もね中にはいらっしゃるかもしれないんでね、僕まあこれって動画作っていきたいなと思ってますので、まあ、その際また見ていただければなと思います。ということで本日はですね、ワークマンのバギーショーツとパタゴニアのバギーズショーツの比較をしてみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。